PC の背面にある色分けされた PS2 コネクタミニディンコネクタは、ドイツ工業規格により、規格化された多ピンコネクタである。ミニディンコネクタは、それ以前に確定されたディンコネクタに形状が似ているが、それよりもサイズが小さい。PS2 ソケットのピン配列。プラグ側のピン配列は、左右反対になる。映像用の S 端子のコネクタ。メス側なので、 ピン1が右下にある。ミニリンコネクタは直径 9.5mm で信号ピンの数が3本から9本までの7つのパターンがある。あるパターンのプラグを他のパターンのソケットに入れようとしても入らないようにするため金属シールドに3箇所のへこみと四角いプラスチックピンがある。7つのパターンは信号ピンの配置、四角いプラスチックピンのサイズと位置、 円形の金属シールドの凹みの位置がそれぞれ異なる。一般に、レセプタクルはメスであり、ロック機構はない。信号ピンが細く曲がりやすい。プラグのピン番号は左から右、下から上に振られている。ピン位置は左下、最も大きなピン番号のピンは右上になる。メス側は左右反対になる。 ミニリンマイナス4コネクタから派生した非標準の7ピンコネクタ誤ってミニリンコネクタに分類されてしまっている DC コネクタいくつかの非標準ソケットは標準的なミニリンプラグと噛み合うように設計されているこのような非標準コネクタは標準コネクタにはない信号ピンを追加し2つの標準コネクタが必要なところを1つのコネクタで済むようにして スペースを節約するのに使われている。その他の非標準コネクタは同じ規格の非標準コネクタ同士でしか接続できず9 5ト、mm、ルのコネクタを使用するという点だけがミニリンコネクタと共通している。これらの非標準ミニリンコネクタはドイツ工業規格を制定するドイツ規格協会に承認されたものではなくそのメーカーが独占しているものである。非標準コネクタは 単品では商品として流通しておらず、すでにケーブルとして加工済みの既製品を流用するか標準コネクタを改造することでしか代用ができない。ありがとうございます。